どうもどうも、中野実験室です。マインクラフト雑談です。今日は、久しぶりに、穴掘り雑談をやってみようかと思います。今久しぶりって言いましたけど、そんなに久しぶりでもなかったことに気づいてしまいました。前回で、一応この村人を閉じ込め、水で流す農業タワーが完成したんで、次は何を作ろうかなっていうことを考えてたんですけど、ちょっとアイデアが出ないので、まあこの日課としている穴掘りを継続しつつ、次のアイデアを考えてみたり、私の日記的なことを話してみたりしようかと思います。ちなみに今日は2018年5月の8日です。8日というと、8日のことは8日と言ったりしますけど、あれは全国的に使われる言葉なんですかね。8日、なんだかね、8日といえば8ってことは分かってるんですけど、たまに不安になると言いますか。なので、8日って言い方はちょっと、大人が言うにはもっさりした表現なような気もするんですけど、間違いのないように、8日と、5月8日と言わせていただきます。まあゴールデンウィークも明けまして、ゴールデンウィーク中はパチンコパチスロのチョ玉が、まあ、制限が、かかってて、土日も、無制限っていうのがなかったので、その関係でパチスロしてなかったんですけど、つい昨日ばかりちょっと夜にまた店の様子を見に行ってみると、まあ平日無制限っていうのをやってくれてたので、まあ、今日は行かなかったんですけど、また近いうちにパチスロしようかななんて思っていたりもします。逆にこう毎日無制限となってしまうと毎日行っちゃうっていう感じがして、それはそれで辛いんですけど、まあ期待値がある時とかそういう時はまあ打った方がいいのは間違いないので、しかも無制限なのでチョ玉でプレイできるので、まあ、今日も夕方ぐらいになったら状況を見に行って、そしてまあまた朝から打つ日も1日ぐらい作ってもいいかななんて思っていたりもします。ちなみにこの8日の日は寝台入れ替えの日で、20円スロットで、北斗の、修羅の国編の、GRT、まあ、A タイププラス A プラス RT タイプになったやつが導入されています。その関係で5円スロットにエヴァンゲリオンの真心2が5円スロットに落ちてきてたんですけど、まあ今までのあの経験上、5スロに A タイプが落ってきた初日に高設定が使われてるってことがまあなかったので、まあ打ちに行こうかなと思ったんですけど、勝てる確率がまあ低い、設定一応わざわざ朝から並んで打つみたいな感じになるのが目に見えていたので、やめておきました。まあ正しい判断ですね。たまにゴスロコーナーの A タイプが出ている時があるんですけど、あれはまあ設定変更がされたのか、低設定でたまたま吹いてるだけなのかっていうのは、その確定演出系が出る台とかで調べてみないことにはわからんところがありますね。今 2.5 円スロットがなくなって、面白い、戦う前に死んでしまった。 2.5 円スロットがこうなくなりまして、かなり5円スロットコーナーにも A タイプが多いんですけど、まあ店側の意図っていうのはまああんまないのかもしれないですけど、
まあ、設定絶対入ってねえだろっていう A タイプは打っちゃダメですよね。その A タイプの機械割りも設定1で100%を超えたりとか、まあ、いろいろありますけど、ありますが、でもまあ、期待値っていうのはほぼ取れにくいっていうのを考えると、ゴスロの A タイプは打っちゃダメですよね。そんな風に思います。などと、またまたパチスロの話をしてしまったわけなんですけど、一応動画投稿を再開して取りためていたマインクラフトの実況も毎日ブリブリと更新してるんですけど、まあ想像以上にこう再生数ってつかないもんですね。ぶっちゃけ毎日ゼロですね。それはまあ実況なしでアップしていた頃とあんまり変わらないんですけど、まあ実況してる分だけ、まあ0が1とか2ぐらいになるかとは思ってたんですけど、まあ考えが甘かった。めちゃくちゃ甘かったっていう感じですね、これ。まあそらそうだなっていうようにも思います。まあだって自分で言うのもなんですけど、動画のクオリティなんちゅうものはそんなに高くないというか、ぶっちゃけ低いですし、動画クオリティ低いし、知らんやつが喋ってるだけだし、ちゅうので、まあ、これはまあ、見る価値ないわなっちゅう感じはありますね。そしてまあ、画質っていうのはまあ、あえて低くしてやってるんですね。それはまあ、自分がこうスマートフォンとかを作るように使うようになって、まあ余計考えるようになったんですけど、まあ動画の画像データってこの編集段階で、編集前でこう2ギガとか3ギガあるわけなんですよ。で、こう完成された動画をアップロードして、実際にそのスマートフォンとかが使ってる容量っていうのはわからんのですけど、まあ、こんな知らんやつが、話してる動画みたいなのを、偶然見た人の、携帯の、まあ、データ容量がもりもり減っていくっていうのは、ちょっとまあ、あまりにも忍びないんじゃないかなって思って、まあ、だから、画質はまあ悪くなるんですけど、画面の画質っていうのはまあかなり落としてアップしてますね。まあ実際にその送受信する、私が送受信するデータ容量と携帯に表示される容量っていうのは多分違うと思うんですけど、まあそれでもまああんまり重くならないようにはしています。まあでもそれと、その結果として画質は荒くなってるので、余計に見る人は少なくなるんじゃないかなっていう気はするんですけど、まあできたらその私のトークがまあメインでなんとなく聞いてもらえたらいいなとは思っています。いや、しかしこれ今取りためてるやつが多分50本以上、60本、70本ぐらいはあるんですけど、それをまあ、公開した頃にも、全然再生数とかチャンネル登録者数が追いつかない可能性は多分にあるわけでして、だとしたら結構シビアですね。まあそんなもんかなっていう気もします。まあ、すごく、あれな言い方ですけど、あれな言い方ですが、再生数ゼロっていうのは、もう、私の知り合いも別に見てないってことですからね。これはまあ、知り合いを恨んでるわけでも何でもないんですけど、
まあ、そりゃそうだなと。うん。そんなに、その、私の知り合いのみんながマインクラフトやってるかって言ったら、ぶっちゃけやってないですから。うん。そして、まあ、さらに、その、なんと言いますか、日々の仕事とかで忙しい中で、まあ、こんな動画を見ているのかって言ったら、まあ、そんな時間があるなら、睡眠時間に当ててもらった方がいいよなぁと思うので、うん。まあ、そんなもんだと思いますね。うん。一応、近隣の演劇関係者でマイクラをやってる人とかっていうのはそんなに多くはないと思うんですけど、これは京都の私の近辺の演劇世界から、有名 YouTuber が出るとしたら、まあ私じゃない誰かになる可能性は高いような気はします。悲しいですね。うん。さてさて、もうちょっと掘りたい気もするのですが、うん、だいたい今10分か11分ぐらいになってるはずなので、まあそろそろ終わりましょうか。うん。最後になんとなく石のシャベルを作ってしまって、それでこの動画はラストにしようかと思います。うん。難しいもんです。うん、はい、まあそんな感じのマインクラフト雑談でした。次はどういうものを作っていこうか、そんなところを考えてるところであります。うん、馬小屋とかを作ろうかなと思っていたりもします。まあそんなこんなで、またお会いしましょう。さようなら。おや？なんとマスクマンが起き上がり、こちらを見ている。マスクマンを助けるために、チャンネル登録をしてみませんか？マスクマンは、弱い弱い。絶滅危惧種なのです。チャンネル登録してあげましょう。